皆さんこんにちは。こんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウエチとゆみちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビシャナナ TV がお届けする目から鱗。今輝いてる人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいてる皆さんの人生の天気のヒントにしていただく番組です。ちょっといろんなパターンをかましてみました。このなんか抑揚ついてるとかへん、ね、抑揚が、ね、じゃあね、そんだけ余裕ができてる。あ、そうなん。そう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 、今まではね、あの番組のね、あの盛り上げるのに必死で、ただ遊んでるだけじゃなくて、そう、最近はこう見てる皆さんにもスタッフさんにも喜んでいただけるようにちょっと考えられる余裕が、楽しくなるような雰囲気よね。そうなんです、はい。そして今日のゲストは、あのね、はい、最近僕あの講師業をやってて、まあこのシャナ TV もやったり、はいはい、まああの不動産賃貸業やってるんやけど、もう一個ね、また増えんの、仕事増えて、やったやった、飲食業のサポートを頼まれて、まあ飲食グループで、はい、そこでちょっとあの仕事をさせてもらうっていうような、飲食やったら私コンサルとかしますよね、はい、もうめっちゃ処理多いのよ飲食店って。なんか毎日の日報とかね、そうね、でそんな簡素化すればいいんですよ。 それをこう知ってて、うん、最終的には集客やと。そりゃそうでしょ、うん、だからどっちかですよ。だからあの、ね、食材、あの人、まあね、どこに重きを置くかで、うん、まあ、その話はもう格やりしますわ。それはもうグループでやってる、うん、お店やから、ね、うんうん、ある程度形できてるから、うん、最終的には、うん、集客の原価率、うんうん、なるほど、集客の原価率が一番、まあ、広告費がさ、バカになれへんのよ。そうね、まあ、某なんとか皿とか、あ、なるほどね、そう、某なんとかログとか、うん、でも10万単位で期間が決まってて、短い期間だよ、うん、でそれで10万単位でポンポンポンいった、うん、おまけになんかポイントついたらポイント関係のね、そうそうそう、そうなんや、ね、で月にこの前見たら60万、うん、かかってんのよ、売上に対して。じゃあ俺に60万くれよって話じゃん。ほんまやんな、ほんまやんな。だからそういうのをどうしたらええかなって相談しようと思ったら、前に一回出てもらった人がそういうことに詳しい人がいるから今日聞いてもらって話聞こうということで、自分のために読んだんかいみたいな。でみんなもね、飲食業の人も聞きたいやろと思って、またまたいい感じにまとめましたよこの人、ね、いい人でいたいから、もう目から鱗、皆さんのためにあの有意義な情報を発信します。はい、では一旦コマーシャルいきます。はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。おかえりなさーい。 おかえりなさーい。はい、2回目のご登場、イエイ、はい、マーケティングオフィス KMP、 もうフルで言うたら間違うから、うん、KMP、うん、そうそうそう、はい、代表のゆうすけさん、高木ゆうすけさんに来ていただいてます。こんばんは。今日は一人で来たのね。そうですね、はい、うん、はい、今日はもう、まあ、もうちょっと前に、うん、もう一回出たいって言って聞いてたんやけど、うん、あ、そうなん、僕も聞きたいって言って、ちょっと話が聞きたい、何を思ってもう一回出たいと思ったんですか。出たいとか言いましたっけ。わかんない聞いてたの、もう一回出たいって聞いてたから。言いましたっけ。わかんない。いや、もう言うたと僕はもう判断して、強制招集、うん、そうでしょ。今日は自分が困ってて、ぜひぜひゆうすけくん助けて、なんでしょ。あのね、はい、来ました、うん、実は飲食店のサポートをちょっとするようになって、うんうんうん、集客って集客プロやもんね。お金いっぱいかかるなっていうのをすごい感じてて、お金かけて陽気お客さん来てもらって、うん、わあ陽気お客さん来てもらった言うても費用かかってるから、うんうん、全部吐き出してないっていうようなことが対費用効果ですね。そうあって、はい、でまあ、年末なんかは確かにかけたらかけた分だけ利益もあって残ってる状態やったんですけど、いいす、ね、そうじゃない人が、まあ言ったら、うん、あの飲食店に行く月と行かない月ってやっぱあるんですよね。2月3月きついからね。同じ、うん、まあ、当然その1月2月、うんうん、なんか同じだけかけると赤になるんですよ、うん、その辺をね、ちょっともう詳しく、うん、
猿若で猿も猿でも当たるそんな訳し方もすんですね初耳ですわ猿若ね猿若猿でも分かる、うん、説明の仕方でちょっと聞きたいなウェッチでも分かるお願いしますはい、うん、そうですね集客にも2つあるっていうのを2つはい、うん、皆さんご存知かなっていうのがありまして知らないはいまあ先おっしゃってたのは、はい、新規集客だと思うんですよね、うんうん、新しいお客さんを集めるではなく、はいはい、新しい呼び込み、うん、そうなんです、そうなんです、うん、であともう一つがそのリピートさんリピーター、はい、既存集客っていうんですけど、うんうん、どっちもやらないとダメだよねっていうことで、うんはい、確かにそのまた来たいお店じゃないとダメよねそうですね、うん、ただもう今あって、うん、そのなんかいろんなレシピとかなんかネット上でその質とかってどんどんこう上がっていってるというか、うんうん、どこで食べてもある程度美味しいじゃないですか、うん、だからその料理とかで差別化するのは難しいよ、うん、サービスでしょやっぱりそうですねまあサービス、うん、要は人間力みたいな部分もあるんですけど、ね、確かに、まあ、かといってもですね、はい、皆さんが日々忙しい中で、うんうん、ウェッチさんの飲食店のことをパッと思い出すかどうかっていうところなんですよね、うんはい、そうなんですよ記憶に残すってこと、ね、そうですそうです、ねうん、今までやってなかったことをこれから、うん、ちょっと僕自身もいろいろ悩んでっていうか考えて思ったのは、うん、お客さんに来てもらって、うん、そのまま返してる状態はあかんなと思って、うん、そうですね住所と名前を、ねはい、残る形にしようと、うんはい、でそれを書いてもらったらアドバンテージがあってでそれにこうダイレクトメールを出すっていうのをしたらどうやっていうところまでは今思いついたんですけど、はい、そのダイレクトメールの中身が問題ですよねでも今すごいやっぱ LINE すぐに LINE アットに登録してくださいみたいな LINE アットもね効果あるって言ってたんやけど、うん、LINE アットは扱える人間が店舗にいない発信そこゆすけくんとそこやりましょうかもねえ、ねえびっくりした今なんかその角度かみたいな、はい、で僕はできるんですよ、うん、ラインアートの発信のね、うん、用のロゴを作って、うん、で、うん、面作ってできるんですけど、うん、全部のミスのやつは僕とちょっと、うん、あれなんでちょっとその辺のなんか聞いた情報をさらっと聞いて、うん、ゆうすけくんなりの今流行りというか、はい、今一番このやり方が旬ですよみたいなのってどんな感じですかいや旬というかですね、うん、旬を追いかけると、うん、大概その敵というか、うん、皆さん同じことをやってるんで、うん、もう本当に逆に昔ながらの DM、うん、しかももう手書きぐらいの勢い で、 そうですね、で必ず生年月日を入れてもらって、うん、お誕生日の時にはお誕生ディナーセットの、ね、まあ言えば特別なメニューを用意するとか、はいはいはい、いろんな、まあ、結婚記念日の時にはそういうようなもの で、 そ、 で、ね、その人の人生に関わるかっていう話はしているんですよ、うん、今いいですねお客さんの私結構来ても使わない感じも多いかなと思って逆になんか来るとメールマガジンとか DM 鬱陶しいなってちょっと思っちゃう感じ、うん、でフラッシュモブじゃないですけどもフラッシュモブじゃないですけどもわかんないですそのスタッフが、はい、ちょっと遊び心があってもてなすっていうこともできるようなスタッフをもうちょっと、うん、店内のサービスの話してやっぱり、ね、人と人なので、うんうん、そういうところがこうお客さんをつかむんじゃないかなと、うんいうようなこともちょっと今考えてましたね。でもその DM とかね、はいはい、そのメルマガ以外でね、はい、集客できるコツってないんですか、うんうん、私的にはもうあれノーサンキューな感じなんですよ私的にはね。まあそのノーサンキューになる理由もあると思うんですよ、うんうん、ゴミ大概まあゴミになるのは分かるんですけど、うん、割引とかついてるじゃないですか割引、はいうん、そうなると売り込まれてる感がすごいじゃないですか、うん、あこれで来いよみたいなとかそういう方もいて、まあ、捨てられるという方も多いんですけど、うん、逆に今僕がおすすめしてるのは、はい、ニュースレターというものでニュースレターって何ですか、うん、はいなんか資料あったらよかったですねはい、うんはい、まあ口でずっとこう説明するのがいいですよ本当に売り込まないんですけど、うん、そのスタッフさんとか、うん、の趣味とかですね、うん、ウェッチさんの趣味とか、うん、出来事とかを紹介する、まあ、例えばお店の新聞みたいな感じのものですよねあ、そうそうそうです情報発信はい僕も一回多分送ってると思うんですよ、うん、来てました、はい、
それだとあの売り込みを一切してないんですね、うん、こんなに来てくださいとかチラシ作ってくださいとかっていう売り込みをしてなくて、ただの読み物として見てもらえるみたいな、うんうん、そうだったら、うん、まああの捨てられる方もいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、DM よりかは読んでもらえる率が上がる、うんうんうん、で、かつなんかその人と、まあ、ニュースレターを見て出会ったような、うん、あの、うん、もう一回会ったような、うん、再会したような錯覚があって、うん、なるほどね、あ、じゃあ、うん、あの売り込まれてないけど、うん、もう一回行こうかなみたいな風になると、でかつこれを、ね、あのメールとか、はい、無料のものでやってしまうと、うん、みんな同じようなことやってるので、うん、メルマガで、うん、もう本当にあの紙でやってしまうと、うん、全然あの敵が少ないですよね、うん、あ、こんなん送られてきたわ律儀やなみたいなぐらいになることが多くて、はい、もう だから逆に時代と逆行する勢いで、うんうん、でも今結構その個人情報の絡みでね、うんうんうん、住所とかを、ね、書くのが嫌だとかっていう、はい、ことが結構なかった、あ、もうそれは、うん、あ、そこでの人間関係をいかに作るか、そこで息が合った人とはねずっと続けばいいですし、うん、そこでもうそんな個人情報嫌っていう人はもう、ね、また次も来ないのかなってこう割り切ってしまって、はい、でもその初めましてをする時のきっかけっていうのはどうやって作るのがいいんですか、うんうん、まあ、行ったことないお店に初めて行く、はい、選んでもらえるみたいな感じはどうやって作ったの、それは新規ですか、新規ですね、新規、うん、だってウエッチ今からね、はい、新しくお店を作った時に選んでもらえるって、うんうん、スタッフの、うん、私担当のゆかりですとか、あのクラブですか、いないですっていうような感じで、うん、アンケートを書いてくださいねっていう下に、うん、なんかそのジュースなんかとかこうあったら、うん、あの、あ、それ巻き戻しました今、 ありがとうございましたっていう、はい、あの、ね、手紙が届くというような感じのやつ、温めてましたね今、そう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 、でね、今ね人気投票してて、人気投票で1位になったらどこのクラブの話しとんのそれ、いや、ね、それ普通に居酒屋で、そういう居酒屋があって、へー、でそのこれぐらいの紙なんですけど渡されて、うん、それなんで急にそれ思い出したんで、いや、ああいうのっていや、なんか応援したのかなっていう気になって、ね、距離がちょっと縮まった感じがしたので、いい調子になってるおじさんだから心理じゃないですか、はい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 、そうね、で一体感が出る、そうですね、でもウェッチ、あの新しく新規を獲得するとこはどうなるの、あのね、うん、新規のお客さんを獲得するっていうのに、うん、すごいお金を使ってる、うん、あの状態から、うん、次も来てくれるっていうお客さんを、うん、3割、うん、その新規のとこから3割ずつ残していく、3割って、はい、そう、新規を呼ぶで必ず3回は来てくれるを3割残していくっていうことをして、そのうちの3割のお客さんの中で1割とかがリピーターにきちきち残るっていうことをやっていこうっていう、それは来てもらうのはできんやつでしょ、うん、だからとりあえず1回は来てもらうのは普通にやるの、どうやって、それはまああの通常 の、うん、あの広告っていうのをやるんだけども、うん、それもずっと同じだけあの毎月やるんじゃなくって、うん、この月にやってその後フォローして、この月やってこの後フォローしてっていうことをやろうとしてるのね、うん、そしたらその歯境の時は費用もかからないし、うん、そちらの方に力を注げるわけじゃないか、郵便代とか、あ、そうですね、うん、そうそうそうですね、だから今一番問題なのはその新規の集客でガーって火をかけて頑張ったとしても、もう僕よく穴が開いたバケツっていうんですけど、はい、そんなバケツにあの水をいくら入れてもまあどんどん出ていくと、じゃ あのリピーターさんを作るための仕掛けをまあちゃんとしたバケツとしたら、そこに新規集客をコツコツしていったら溜まっていくよねっていう話をよくさせてもらってます。じゃあいきなり、じゃあ今から新しいお店ができましたってなった時の集客で、はい、ゆうすけくん心がけてるのはどんな感じですか、はい、それはど何新店、新しく新規店舗が来た業種は飲食店で、飲食店ですね、飲食店、はい、うん、もうあのポスティング頑張ればいいんじゃないですか、ポスティングとあと、うん、もう駅前で配布したりとか、うん、もうなんかその自分を出していくというか、うん、はい、うん、それとか、まあ今までね、たくさんお友達がいらっしゃるでしょうから、うん、はいはい、丁寧なあのお手紙で一度覗きに来てくださいね、僕のウィッチっぽいなそれ、はい、イメージは、うん、旅館の女将、
来てくれたお客さんに自筆で手紙書くじゃないですか、すごい、ね、一流の自筆で書くやめ、でそういうおもてなしの後の、うん、まあ、お礼みたいなものの手紙なんかって届くと、はい、通じるお客さんはまた来てくれるんですよね、うん、でその通じるお客さんを手元に残していくっていうことをやっていったらどうかなと、そうなんですね、そしたらその人の家族もしくはお孫さん、が入学したとかなんとか、そういうことを聞いたこと全部なんか書いてあるみたいなんですよ、おかみさんがね、で、銀座のクラブのママの話みたいな、ね、うん、そうそう、確かもう今年成人式じゃありませんかって言ったらちゃんと覚えててくれるな、いうような、そういうことまで巻いたせいなあかんのかなっていう気持ちをちょっと持ち始めて、めちゃめちゃ人間力上げなあかんやつですよね、そうです、うん、なのでこれからそういう時代、そういう時代になってくるやろうなという、で、お客さんと人生を共にっていうか、その一場面だけじゃなくて、ずっと細いけどもずっと一緒に人生のそばに寄り添ってるっていうような、それが100人なのか1000人なのかわからないですけど、それをしていくっていうこと以外にお客さんを定着させる方法はないのかなと、ちょっと、まあ、結論的にはその辺をどうしてやっていくかっていうことなんですけどね、例えばそういう広告業界みたいなところでお仕事をされてるわけですよね、はい、そうですね、今ってどんな感じなんですか、いろんな媒体いっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、はい、うん、まあ、どの媒体にも言えるんですけど、はい、商品を出したりとか、うん、お店の雰囲気を写真で出したりとかっていう広告は大して効果出ないですね、うん、あ、そうですか、じゃなくても人間です、人間、はい、今まさに言うとったこと、そうですね、まあ、写真とかでもいいんですよ、その人の笑顔だったりとか、はい、この前ね、しゃぶしゃぶを出してる店がグループにあるんですよ、で、今まで、まあ、昆布出しであるとかああいうので、うん、ポン酢で食べてたんですよ、うん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 、でそれってどこでもあるよね、うん、で、まあ、ある中国のスープ、うん、これ言ってしまうとノウハウなので美味しいスープがあるんですよ、うん、そのスープをしゃぶしゃぶのあのだししゃぶしゃぶするやつに使って、うん、そのスープごと食べるようなしゃぶしゃぶをオリジナルで作ったらどうやって試食をしたんですよ、スタッフで、その話はここでして大丈夫なのかな、うん、いや、したんですよ、うんうん、そういうのもね、お客さん読んであったらっていう、ああそうですね、ただでめっちゃいい、めっちゃいい、それお客さんに意見に、スタッフやったら、うん、正しい意見かどうか分からへんから、お客さんにただで食べてもって、意見聞いたらって僕は言うたら、それええないう話になったんですよ、ただで、食べられるんやったら来る人おると思うんですよね、でそれがまあ例えば20組やったら20組でもいいんですよ、だそういうのを定期的にやればって、はいはいはい、だってそういうのはスタッフに食べさせるんだったらお客さんに食べてもらった方が絶対効果あると思うんですよ、そうですね、だからお店に足運んでくれた、はい、次もこうかと思うじゃないですか、まあただで食べさせてもらったし、うん、次までお金払おうってこうかっていう人もいるし、うん、そうですね、その辺をこうやったらどうって試食は全部お客さんに試食してもらったらっていうのをこう形にしていこうとかね、そういうことをまあやっていくっていうのはええんちゃうかいう、うん、まあ言うたら思いつきなんですけども、それでうまくいくやつを残していったらええん違いかなっていう、うん、まあでも方向性としては今面白いのが、うん、お店をスタッフとお客さんも一緒に作っていくみたいな、そういう雰囲気が、うんうん、そうですね、はい、なんかいいみたいですね、とかさっきなんか応援したいみたいなのをしてたんですけど、うんうん、例えばそのね AKB48 があんだけあったのは、うんうん、もう自分たちのファンじゃないっていうか、うね、もう応援者みたいな感じで、うん、で誰々君発案の新メニュー、はい、何々しゃぶしゃぶ、誰々発案の何々です言って、うん、例えばその人がテーブルにつくわけですよね、うん、そうですね、はいはいはい、でそう応援してると、うん、あ、これがメニューに加わった、うんうん、私たち家族が応援したこのメニューがメニューに加わった、あれがまあ言うたらよう売れてるかとか、はいはい、いっぺん行ってみようかと、そんな感じがいいんですよ、そうですね、コラボ的な、で誰々君このメニューやけど、ね、もうちょっとネギをこうした方がとか ね、そういう一緒にね、自分も参加してる感、まるで自分のお店みたいな感じ、ね、うん、もうちょっとお豆腐容器あった方がええんちゃう、うん、とかね、そう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 やっていけば、まあ、対サービスを受ける側っていう感じではなくて、うん、もう一緒に応援する側みたいな感じになれるんで、それはいいですね、すごく。普段のお仕事もこうやってヒアリングをしながら一緒にこう作り上げていく感じですか、うん、
そうですね、うん、まあでもその一番大事なのはそのお客さん目線なので、うんうんうん、あまりにその方がすごいプロ目線の言葉ですごい専門用語できてたら、はい、それはちょっとお客さんに伝わんないですねっていう感じで、うん、言っちゃいますけど、うんまあ、でもある意味すごく素人目線というか、うんうん、お客さん目線立てて素人ですもん。だから僕ね、逆にいつもね、うんうん、料理人の人って原価が頭に浮かんじゃうんですよ、うん、絶対そうなります。量は満足、うん、十分、うん、味は濃いかった薄かった、うん、ちょうどよかった、うん、まあ今ねものすごい噛み砕いたぐらいの感想でええと思うんですよ、うん、で最終的に丸か×かなんですよね。お客さんからしたらまた食べたいかどうか、うん、でもう判断して、そういうようなことをこうやっていきながら単純にお客さんが何が喜ぶのかっていうことも分析したいと思うんですよ、うん、ご飯なんてね、うん、お腹いっぱいになれへん量出てきても嬉しないんですよねある意味ね、お適度な量っていうのも、お私美味しいお酒と美味しいご飯がいくね、ですよね。でも僕思ってるのは家族対象なんですよ家族話どんどん膨らんで大丈夫ですか、ゆうすけ。何でもいいんですけど、うん、何でもいいよねコロコロいくなと思って、そうでしょう、ねね、もう好きなようにこう喋、うんね、ってもらいたいな。いやそうなんですか、はい、私はゆうすけ君の普段の仕事ぶりとかをちょっと聞きたい感じだと思うんですけど、ね、それはもうプライベートで、あそうなんですよ何しに来たんやろ今日ウィッチウォッチングで来たんですよ。そんぶり楽しんでください。はい、ゆうすけさんがお店をプロデュースする時、ブレへんで買い取ってこうブレないってどんな感じなんですか。もうその、月々契約してもらって、例えばプロデュースしますよ、集客の飲食店で、また飲食店ですか、やったらどんな感じなんですか。まず分析する、分析、飲食って本当に、うん、もう立地が7割ぐらいかなっていう、ね、なるほどね、はい、立地人でしょ。そうですね、スタッフ悪かったら二度と行けへんよ、はい、もう僕らの仕事って、まあ、非力なんですけど、うん、その次ぐらいなんですよね、うん、まあ、そうそうですね、うん、集客 の、 要素でいうと 10% ぐらいかな、はい、なるほどね、70% は場所ですね、そう来てもらうの意味ないですもんね。そうですね、で、まあ、1階と2階では全然違いますし、でもなんかそこを逆手に取ってみたいなことをね、はい、やってるお店とかも多いじゃないですか。そうですね、だいぶあれはなんか冒険を何個か繰り返している中でピタッとはまるものが、はい、どっかがそれをカバーできるからそれでいけるとか。そうですね、あとまあその人の人間力の部分、ね、人間力もねやっぱりね、だからまあ店長さんがもっといろんな体験をしてもらった方がいいのかな。なるほどね、ですね、いろんなこと知っていろんな、でそれをこう飲食 の、 そのお店に生かすみたいな、なるほどねっていうのが一番いいかなと、はい、今から長い話やめてよ、もうすぐコマーシャルいきますよ、はい、一旦コマーシャルいきたいと思いますいってらっしゃい、いってらっしゃい。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、おかえりなさい。はい、告知 PR タイムです。3分間ご自由に告知してくださいどうぞ。いや、もう告知 PR とかあんま良くないですか。良くない、なんで拒否されてますけど、なんでなんで、ゆうすけと世界起点から自分のこと宣伝しなかったのちゃうの。まあ、一応神戸で集客のこととか、チラシ作りのセミナーとかしてますんで、はい、ここに書いてあるみたいに Google でですね、神戸集客チラシで調べたら一番に出るようにはしています。すごい、はい、なるほど、そうなんや。いろんなブログの書き方とかいろいろあるんですけど、詳しくは僕のセミナーに来てくださいということで、はい、はい、うん、それは定期的にやってますか。そうですね、Facebook でイベント公開してます。はい、はい、会場は大阪と神戸。あ、両方結構定期的に月1回は必ずやってますんで、うん、はい、はい、チラシ作りをされる方とか、はい、まあ、オンラインの集客のことも話したりとか、うんうんうん、これから動画ですね、
よりこう人間性が見える動画広告がこれから主流になってくるんで、そういうのを作る考え方とかっていうことをもうちょっとセミナーのご依頼いただいたりとかしてますんで、はい、そんな感じでやってます。ブログの書き方も、ブログの書き方もSEO が上がってくる、ブログの書き方もSEO、Google で上に上がってくるやつですね。最近 Facebook で飲食に関わってる人が、写真今まで載せてたのを、動画載せるように、ね、今なってますよね。ジューッと書いて音がしてるステーキの映像とか、この前エスコアルゴのなんか、オリーブオイルでグツグツやってるやつ、見せて、こんなグツグツなっと美味しそうなエスコアルゴはうちの店でありますよっていうことが言いたいんやろなっていう。でもインスタ多くないですか、そういうの。そうですね、インスタも動画多いですよね。Facebook で動画上げると結構タイムラインでは優先的に上がってくる。あ、そうなんですか。そうなんだ。へえ、じゃあめっちゃ使えるじゃないですか。そうそうそうなんです。インスタよりじゃ全然見てもらえる確率高いってこと。あ、そうですね。なるほどね。こうやってみんなそういう風にやってるんやね。そうなんです。そうなんです。はい。ということは、動画ばっかりで、そういうのを前と構成していったら、10倍ぐらい。そうですね。見せ方は大事でしょ。大事やね。そうですね。僕様の中のシナリオとか、大事ですし。ただだってグツグツなっとったってね、またかいみたいな感じに。はい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 。もうだから人間ですよ。そうですね。食べてみたとかですね。今のウェッジがローザの格好してイエーイってやっとったら、あ、そう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 。それはそうそう言ってるやん、広告の頃が。食べたみたいな感じで。あ、そう言って火傷してみたいみたいなね。そうそうそう。これ好きかーって、それ言っちゃう。ダチョウクラブやってる。言葉気をつけて。優しい言葉で言って。なるほどね。そういうのが、まあ主流になるでしょうねっていう感じですね。なるほどね。はい。もう聞いたことちゃんと聞けた？ SNS 商法っていうのも、今も古いと言われてるけども、まだまだ有効な有効なんですね。だからその方向性としてはもういかにその自分を出せて、自分のブランディングっていうじゃないですか、はい、自分とはどういう人間やっていうのをいかに発信できるかなんですよね。ただ単に綺麗な景色とか綺麗な料理の写真とか撮っても、もう全然意味ないなっていう感じで、深いな、やっぱり深いね。ということでね、うちが締め出した、ゆうすけさんにね、またプロデュースしてもらって大儲けしますんで、皆さん聞かせてください。はい、今日はどうですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。僕は君の、僕は君の、僕は君の大人のおもちゃさ。